こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。障害年金の金額は1年間に支給される額、つまり年額で決まります。この年金額が物価や勤労者の所得に連動して変更されるようになっており、毎年年金額が見直されることになっています。実際の支給は2ヶ月ごとに受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれることになっています。また障害年金は非課税となっていますので、老齢年金のように所得税や住民税の控除対象とはならず、全額受け取ることができます。